一番多いのがね、なんだろ、津波の前に上がってればなんぼいがったんだかって言われるんです。やっぱり皆さんと同じ目線に立って、皆さんと同じに空気を吸って、これからのことを見ていきたいっていうふうに、そばに寄り添っていきたいなって思ってました。だから問い立てで頑張ってくださいとか、そういうのではなくて、とにかく隣にいるよっていう、そういう感じのスタンスでずっと活動していきたいなと思って。